道路標識及び信号に関するウィーン条約、正式名称道路標識及び信号に関する条約は統一的な道路標識を定め、それを用いて道路の安全性の向上や国際道路交通を容易にするために設計された。この条約は1968年10月7日から11月8日に開催された国際連合経済社会理事会の国際会議にて合意され、 1978年6月6日に発行された。この条約は1949年に制定されたジュネーブ条約やその元となった1931年道路信号統一条約で定められた道路標識や信号を修正、拡張したものである。標識の読みやすさ、ラウンドアバウトの優先関係及びトンネル内での安全性を高める新しい標識の 設定を含む改定が2003年になされた。ウィーン条約及びジュネーブ条約とも20世紀半ばにヨーロッパで発展した道路交通標識に関する総意を反映している。ヨーロッパ以外のほとんどの国はどちらかの条約を批准しておらず、各国独自の道路標識システムを維持している。例えば日本はウィーン条約は批准しておらず、また、 アメリカ合衆国のマニュアルオンユニフォーム、トラフィックコントロールデバイセズもウィーン条約による標識方針に従っていない。可能な限り多くの国で条約の方針を浸透させるために、この条約ではいくつかのバリエーションを認めている。サドック RTSM と呼ばれる競合する条約が南部アフリカ開発共同体によって提供され、これらは南部アフリカの7つの国で利用されている。 これは、ウィーン条約と多くの共通点がある。欧州諸国で道路標識を国際的に統一しようとする動きが生まれ、1949年ジュネーブで開催された国際連合経済社会理事会の分科会である内国運輸委員会道路省委員会で標識の世界統一化案が提唱され、1952年に国際連合総会で提案し採用され、 1953年に3カ国68カ国による国際連合道路標識が発行され、1968年に国際連合道路交通会議で本条約が成立した。すべての道路標識は A から H のカテゴリーに分類される条約で定めている標識の色、大きさ、形は以下の通りである。英語もしくは公用語で記載。これ以外にも、 記号やピクトグラムの利用、方向の表示なども可能と明記されている。複数の規格が定められている場合、その国の中では統一されたものを利用しなければならない。夜間に利用されない標識を除いて、すべての標識は離れた距離から照射されたヘッドライトを十分反射して、暗闇の中でも見えるようにしなければならない。ウィーン条約は路面表示も規定している。 すべての表示は6ト、mm、ル以下の高さで反射板を利用するときは路面から1 5ト、mm、ル以下でなければならない。道路の表示は白、もしくは黄色であることが推奨される。路面に表示されるすべての言葉は地名か、ストップやタクシーなど多くの言語で認識可能な単語であるべきである。ウィーン条約は信号の色やその意味、信号が使用される場所やその目的なども 以下のように規定している。赤の点滅は上に規定されている場所でのみ利用できる。信号の他の利用は条約違反となる。赤信号は信号が縦型の場合は一番上に、横型の場合は対向車線に最も近い場所に設置しなければならない。日本では黄色の点滅はこちらが優先であることを示すが、ウィン条約締結国ではあくまで標識の 優先関係に従う。そのため非優先道路を通行中に信号が黄色の点滅を示していた場合、優先道路の交通状況を確認せずに交差点に侵入することは極めて危険である。2015年10月の時点で64カ国が批准している。AB 世界の道路標識国土交通省プロトコル ON ロードサインズシグナルズ。 2009年10月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年1月28日閲覧。1931年道路信号統一条約。members.jcom.home.ne.jp。2012年1月28日閲覧。ありがとうございます。